はい、今回はですね、津軽三味線のスタジオミュージシャン一人しかいない問題について、話していきます。で、まあ、三味線 TV ご覧になってる方って、まあ、アマチュアよりもちろんプロの方が少ないと思うんですよね。アマチュアの方の方が多いと思うんですけど、今一線で活躍している、まあ、プロの皆さんに、ぜひ、意識を持って、見ていただきたいなと思います。で、あんまりね、こう自分をこう上げたりとかこう言い切ったりするのって好きじゃないんですけれども、ちょっとね、今回はあの強めのメッセージを発信していかなきゃいけないなということで、一つご了承ください。で、まず、じゃあスタジオミュージシャンっていうのは、まあ、何かっていう話になると、まあ、レコーディングをしたり、ライブとかの、まあ、バックバンドとしてこうサポートするミュージシャンのことを言います。で、これが難しくてですね、スタジオミュージシャンじゃない、まあ、アーティストですね、まあ、自分のバンドであったりとか自分一人でこう弾くときっていうのは、まあ、自分のことをやりたいことをやって、まあ、売れればそれはそれでいいんですけれども、スタジオミュージシャンっていうのは、まあ、人からの要求に応えなきゃいけないんですよね。だからもうあらゆる演奏技術テクニックがあって、あらゆる音楽のことを理解してないとできないということで、まあ、かなり技術のいる仕事なんですよね。で、まあ、オーディションとか、まあ、人からの紹介スカウトとかを通じてレコード会社とか芸能事務所に所属して活動するんですけれども、まあ、同じ和楽器でも、まあ、尺八とか、和太鼓とかは、まあ、そういうスタジオミュージシャンっていうのができるのが何名かいらっしゃるんですね、まあ、そんなに数は多くないんですけどもいらっしゃると。で、ただ三味線は僕一人しか聞いたことないんですよね。まあ、もしかしたらすごくこうマイナーなところでやってる人もいるのかもしれないんですけれども、まあ、でも上手かったら話は聞いたり現場で一緒になるので、まあ、出てこないってことは、まあ、今んとこ僕しかいないのかなと思ってます。まあ、ということで、一人しかいない問題なんですよね。これを聞いて、あれ？俺はやってるぞと。あの、レコーディングもやってるし、サポートもやってるぞっていう方いらっしゃると思うんですよ。で、いるにはいるんですよ、だから。いるんですけど、それはもうすでに和テイストの現場なんですよね、大体が。その、三味線のために作られた楽曲を三味線に弾いてほしいとか、まあ、お寿司屋さんのこう BGM みたいな感じでですね。そもそも、最初から必要で呼ばれてるっていう現場なんですよ、それはね。だからギターとかピアノとかみたいに、とりあえず何の楽曲やるか決まってないけど、とりあえず呼ぶっていう、なんかあらゆる音楽需要に応えられるっていう状態じゃないですよ。だからそれとはまたちょっとケースが違うんですよ。だからそれはちょっとスタジオミュージシャンとはまた違うなっていう感じなんですよね。で、この和楽器のことを理解している作編曲家とかディレクターの方っていうのは、まあ、ほとんどいないわけですよ。まあ、大体はこう、ピアニストであったりとか、まあ、ベースの人が多いんですけど、まあ、なので三味線弾きでこう積極的に他の楽器にこうディレクションしたりとか、まあ、本当こう三味線っぽくするにはもうちょっとこうした方がいいですよとか、こう積極的に、音楽制作にこう携われる人っていうのはもうほとんどいないので、もしその津軽三味線でこうスタジオミュージシャンになれたらめちゃくちゃ需要はあります。もうすごい貴重ですね。もうそういう存在非常にこうありがたがられますね。で、まあ、吉田兄弟とか吾妻さんみたいにアーティストとして三味線をバンってこう世に広めていくっていうのも本当に素晴らしいことで、もう僕は絶対できないなと思うんですけど、まあ、その一方でスタジオミュージシャンとして音楽シーンの屋台骨を支えていくっていう存在も非常に必要だと思うんですよね。だ、そうするともうちょっと三味線っていうのがこう一般社会に浸透していくと思うし、音楽シーンで三味線をこう登用される機会っていうのが増えていくので、これはすごくやっぱ大事なことだと思います。まあ問題なのが、まあ僕がこういろんなね、こうコードとかスケールとか、まあ僕元ピアノやってたんで音楽理論のこう勉強してたので、まあ三味線でもそういうことができたんですけど、で、それ以前はできないのがやっぱり当たり前になっているので、できなくても困んないなって思っちゃうんですね。だからもう危機意識がないっていうのがもう非常にまずいと思ってて、これできるのが当たり前っていう、世の中っていうかこう三味線業界にしていきたいなと思うんですけど、やっぱりこれがね、このままだともうずっとその極端に言うとお寿司屋さんの BGM しかその三味線の活躍の場がないみたいな感じになってしまうので、まあ実際は最近こう和テイストのこうゲームだったりそういうものが増えてきて、まあそういうところでこう BGM で使われるってこともあるんですけど、まあやっぱりだからそのサウンドエフェクト、その飛び道具みたいな起用のされ方なので、今のところは
もうちょっとその、まあ、ギターとかピアノとかドラムほどとは言わないけれども、まあ、当たり前のように三味線がこうアンサンブルに参加できるっていう環境をやっぱどんどん作っていかなきゃいけないんですよね。まあ、ただ、まあ、実際その五線譜読めるようになるとかね、クリックにこう合わせて演奏ができるとか、他の楽器にこう指示ができる、ディレクションできるとか、まあ、ジャンルごとのこうツボを押さえて、こういう音楽だったらこういう風に弾こうとかね、そういったことを音楽教育を学べるところってないんですよね、そういう環境が。だこれはもうぜひどんどんやっていきたいなって僕自身が思ってるんですけど、この津軽三味線は津軽民謡を弾くためのものって、まあ、もちろん正しいんですけど、津軽民謡だけを弾くための楽器、まだそれ以外はなんかあんまり弾くと良くないっていう風潮もぜひもう取っ払っていきたくて、もう当たり前のように一つの楽器として、いろんなものが当然音楽をこう楽しめる楽器でなきゃいけないと思ってるので、そういった環境を作りたいと思ってます。で、まあ、ちょっとずつ始めてて、まあ生徒さんの中にもその津軽民謡じゃなくて、ジャズを教えてほしいとか、そういう、まあ、ラテンを教えてほしいとか、そういう人も出てきてます。で、三味線だけじゃなくて、その他の和楽器の人たちの、まあ、音楽理論の勉強とかも、まあ、手伝ってるというか、まあ、レクチャーを受けたまってる状態なので、まあ、これを見て、意識が変わったとかね、まあ、そういうものも挑戦していきたいっていう人はご連絡いただければ、結局宣伝会みたいな話になっちゃう、別に宣伝じゃなくて、まあ、一緒にね、そういう音楽をね、一緒にクリエイトしていきましょうと、いうことで、ぜひスタジオミュージシャンを増やして三味線弾きとして、音楽シーンのこう屋台骨を一緒に支えていきましょうと、いう話でした。ありがとうございました。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。